世界ではアメリカや中国などに続き5カ国目です。一方、太陽電池が発電していないことから、バッテリーが数時間で切れる可能性があるということです。世界初となる半径100メートル以内を狙ったピンポイント着陸については、JAXA は会見でほぼできたであろうとしていますが、解析の上正式に発表する予定です。